高原の風と海のぬくもりと、それぞれの夏がそれぞれの心に焼き付いて、雅子この夏のメモリーはシーサイドカーニバル。こんにちは、夏目雅子です。今週は大磯ロングビーチの目の前にある海岸にやってきました。今もう朝早いんですけれども、もう何人か釣りをやってらっしゃる方がいて楽しそうですね。私もなんか釣りやりたいなっていう感じなんですけれども、あれ、向こうの方になんかもう泳いでる人がいるんですね。冷たくないのかな、大丈夫なのかな、こんにちはなんて声かけちゃったりして、ちょっと波打ち際まで歩いて行って、水と挨拶してこようかななんて思ってるんですけれども、すごいでしょ、すごいいい音でしょ、本物の海の音ですよ。あーやだ、ジュブジュブになってしまった、足が今週は先週に引き続き飛べ光の中へ第1回目の公開録音の模様をお送りしたいと思います。先週は第1部向井重治グループのクロスオーバーでしたけれども、今週は後半の第3部カーニバル大会です。向井重治グループ、それからケイ石田とカーニバルの演奏、私もガンガン踊りますので皆さんもどうぞ楽しんでください。Mas começou
cielos que te ven la vida. Hey, hey, quiero una chance para recomenzar. Dicen que porque nace todo como reto, en un sopado, posso mi regenerar. Hey, 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 hey. Quiero una chance para recomenzar.
はい、どうもありがとうございました。ケイ石田とカーニバルの皆さんでした。すごい、どうぞ、みんなで一緒にどうぞ上に上がってきてください。もうちょっと男性の方、あ、どうぞどうぞ、はいどうぞ、はい、どうぞ、どうぞ上上がってきてください。まだまだスペースありますよ。一緒に、あの皆さんもじゃあ下でねやっていただきましょうかね。はいはい、どうぞどうぞ、はい、どうせ踊るんだったらば上行きましょう、ね、上来て踊りましょうよ、はい、あ、ほら、はい、お誘いで、はい、どうやって踊るんですか。それじゃあ簡単にステップをね教えていただきます。はい、あのどうやって踊ったらいいですか。はい、ちょっと歩く格好にですね、少し腰を膝をガクンガクンと、はい、ちょっと難しい、肘を流れて歩いてるような気持ちに、はい、体をこう振動させれば、あ、はい、リズムに合わせて歩いてるような感じで体を振動させればいいそうです。だから、ね、大橋さんより私の方が少しマシみたいですね。あ、そうですか。はい、どんどん、まだまだ追加で入れます。どんどん来ちゃいましょう。どうぞどうぞ、まあ、カチカチで来ましょう来ましょう、来ちゃいましょう。歩くような形をして、少し音楽に、乗るようにして膝を少しガクンガクンってさせるんですね、歩くと。ちょっと待ってください、ケイさん、教えてください。あのですね、はい、足をね、まず歩くような気持ちでこう前にこう歩いてるような気持ちありますね。でそれにこう、あの2ステップ2回こう 1、2、1、2、こう振動をですねつけていただいて、でそれがだんだん速くなっていくと、あの2ステップ2回目の足が、あまり目立たなくなってくるんです。で自然にこう腰と一緒に動いていきますから。いや難しい、簡単なようで逆に難しいみたいですけどね。でも、まあ、特にとらわれずに皆さん自由にね、楽しくやっていただければいいですね。見て、2人の踊りを見て、それからこの中にも結構なんかサンバ知ってる方もいらっしゃるようですから、モノマネしながら覚えていくと思いますから、真似してください。
次は、向井さんの方の、オリジナルと、そして私たちのグループの方のオリジナルなんですけれど、ではまず最初に私たちの方の、オリジナルでピパピンガピントピアという非常に変な名前なんですけれどね、なんかアヒルが桶でお水を飲んでいたらひっくり返って怒っちゃったっていうような、そういう歌なんですね意味があるようでないような歌なんですけれども、ピパピンガピントピアって、私たちのこのグループのトランペットを吹いて、そしてアレンジも、やってくださってる、上村秀夫くんの、曲なんです、ではピパピンガピントピア、
向井重春グループ、そしてケイジだとカーニバルの皆さんでした。もう一度拍手を。再び海辺にいます。向井重治グループ、それからケイ石田とカーニバルの演奏いかがでしたか？私はもう今日本当に生まれて初めての体験をして、
今日こんなにたくさんの人の前でおしゃべりをしたのも初めてだし、それからみんなの前であんなにサンバを踊ったりするのも初めてなんですけれども、私って本当は見かけによらずすごい恥ずかしがり屋なんですね。だけれどもああやってすごいもうはしゃいじゃったりなんかすると、やっぱりみんなと一緒に一心同体っていう感じで騒げたからあんなに乗っちゃったのかなって今から考えると本当にちょっと恥ずかしいんですけれども、でも今日は本当に楽しかったです。皆さんも本当にラジオで聞いてる方たちにも本当にもうその模様を見せてあげたいなっていう感じで過ごせました。皆さんにも多分この熱気が十分に伝わったと思うんですけれども、それでは最後にじゃあちょっとだけ波の音を楽しんでください。